613号車京福電気鉄道モボ611系電車は京福電気鉄道に在籍する路面電車車用。なお、本校では同系車であるモボ621系電車、モボ631系電車についても記述する。モボ611系運転台モボ111型などの旧型車の置き換え用に登場した。モボ501型での反省点を考慮している。 後に登場する MOBO21 系、MOBO2001 型に引き継がれる新・ランデンスタイルの車両である。1990年から1996年までに MOBO621 系5両、MOBO611 系6両、MOBO631 系3両の計14両が向川車両工業で製造された。各形式の共通事項は以下の通り、 1992年1993年に611から616の6両が製造された。製造にあたってはパンタグラフと主要機器と台車をモボ1 1 1型から流用していた。台車は2000年以降612.616号車の台車がモボ5 0 1系の503.504号車から捻出された革車ブウェイ12に換装されたが、 現在は6両全車が MOBO631 型と同一の住友 FS93 に換装されている。また、パンタグラフは6両全車がシングルアーム型に換装されている。1990年から1996年に621から625の5両が製造をされた。製造にあたり主要機器を MOBO121 型から流用している関係で、 モボ611型との際は、モボ111型とモボ121系のそれに、順じている。台車は、種車流用である、イコライザー式の革車、ブウェイ12。なお、新、ランデンスタイルを持つ、形式中最初に登場した、統計式が、モボ621系であるのは、種車が、モボ121系であることに由来し、製造順とは、関連がない。 モボ21型はこの形式をベースにしており、モボ21系の車番はこの形式の車番の下二桁の続番となっている。624号車は過去には銀玉やリラックマのラッピングが施された。1995年にクる201系の代替車両として631から633の3両が製造されたが、その廃車に先んじて落成している。主要機器は、 モボ611系、モボ621型と共通するが、台車の未新製品である、住友 FS93 を履いている。これは、主電動機を4個搭載していた、モボ121系121から124号車が廃車となった際、その主要機器を流用して申請された、モボ621系、モボ21型については制御者権員の必要が、 亡くなったため主電動機を2個搭載とし、そこから余剰となった主電動機を統計式の申請にあたり転用したためである。2018年5月現在、631号車がエノデ号、632.633号車が有子号として運行されている。1990年にモボ6 2 1型が、1992年にモボ6 1 1型が、 1995年に、もぼ631型がそれぞれワンマン運用で運転開始した。2018年5月現在、嵐山本線市場大宮嵐山間、北野線北野白梅町片平の辻間の全線で運用されている。ありがとうございます。